屋根裏のラジャーは、スタジオポノックによる美しい手書きアニメーション映画。寺田は主人公のラジャー、鈴木はラジャーを想像で生み出した少女アマンダを演じる。幼少期より子役として活躍し、共演することも多かった二人は、兄弟のような親近感を互いに抱きながら成長してきたが、本作の試写会で再会したのが実に4年ぶりだったという。鈴木は私がアフレコをする時には、 すでに心くんの声が入っていて、もう少し高い声でした。試写会で4年ぶりに心くんに会って、身長も抜かれているし、声変わりもしているし、先輩と話しかけられてドギマギしてしまった。前みたいな、リオ姉ちゃんと呼ばれなくなって寂しいですね、と、寺田の成長ぶりに未だ驚きを隠せない様子。また、アマンダは小学生という設定だったため、鈴木はアマンダに寄り添う方法はないかな。 と考えて、自分が小さかった頃の作品を見て研究しました、と役作りを明かしていた。寺田は、アニメーション映画の声優は初挑戦。編成期に差し掛かっていたこともあり、絵を制作するより先にセリフの収録を行っていた、皆さんより1年ほど前に収録していました。まだ白黒の手書きの状態でしたが、プレスコだからこそ、自分の声と一緒にラジャーが成長していったようで、 物語ができていくというのが不思議な感覚でもあり、嬉しかったです、と特別な経験を語っていた。イマジナリーツリーは、午後4時から午後9時までの毎ージよりショータイムを実施、1日6回、約4分。映画、屋根裏のラジャーの音楽と、オルガニスト、山口良貴によるスペシャルメドレーの2パターンある。ツリーのショータイムは12月25日まで。